こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は H2 の新キャラ国見、そして立花秀夫の新情報が入ってまいりましたので、皆さんと雑談できればいいかなと思います。よろしくお願いします。ということでですね、皆さん、これは事件ですよというのが僕の感想になります。もうご存知の方もいらっしゃるかもしれません。朝方にね、国見ヒロの能力の方がこう公開されまして、まあ、その時にちょっとこう原作とね違ったところとか、まあ、感じるなって方は多かったかなというふうに思います。僕もその中の一人でした。そしてね、明日動画上げようかな、その性能のね予想込みでちょっと動画上げようかなと思ってたんですけど、立花秀夫もね一緒に今日ほんと数分前にいきなり情報入ってきたんで、緊急でこの動画を撮ろうかなというふうに思っております。そんで、ね、皆さんとねわちゃわちゃした方が面白いかなと思っているので、早速やっていきましょう。まずは国見ヒロの性能からですね、こちらですと。で、投手だと強心臓、そしてエースの風格、まあ、両方両取りできるキャラクターになっているようです。そして野手の場合はヒートアップが金徳になっていて、変化鍛錬、そしてアスレティス高校での適正競技は陸上競技となっています。で、国見ヒロに関しては、まあ、まず得意練習ですよね。球速練がないなっていうのが正直な感想でした。結構ね、どの得意練習になってもいいキャラかなと思っていて、原作見てると、やっぱり速球も速いですし、150キロ以上出ますし、コントロールもこうなんでしょうね、足立充先生の作品の中ではかなりいい方かなっていうところと、変化球もね描写が多いキャラクターになっているので、本当にどれでもいいかなっていうふうには思ってましたが、まさかこう変化球鍛錬で来るっていうのは予想してなかったなっていう感じです。球速コントロール、球速変化、まあその辺になるのかなっていうところで、まあ変化球1本という感じになりましたね。で、強心臓とエースの風格両取りできるっていうのは、査定的にはめちゃくちゃ高い金徳群になるし、強心臓がね、新強心臓を取れるっていうところで、まあ相当こう組み方っていうのは考えられるんじゃないかなっていうところで、デッキ案なんかに関しても、この後にお話しできればいいかなっていうところです。そして、皆さん、これはやばい。はい。立花秀夫が、こちらになりますと。いうことで、野手だと広角砲もしくは代打の神様、どちらかが選択式で取れますというのと、投手だと不屈の魂、そしてアスレティス高校での適正競技がなんとスケートボードということで、もう入れてくださいと言わんばかりのキャラクターが入ってきました。で、上限も総力ですね。この総力の上限っていうのが、今までねこうピタリと来るキャラクターって、まあ、かなり組み方が難しかったっていうのもあって、うーんってなっていたんですけど、まあもうこれで完全に解決したかなっていうところと、まあ、補給の上限もね、付けられるというところで、まあ、アマネをね、こう入れる必要がなくなったかなっていうふうに、まあ、個人的には思います。で、得意練習に関しても、筋力と打撃っていうところで、まあ、もう本当にアセティエースのために生まれてきたようなキャラクターになってしまっているなというのが、まあ、僕個人の今の段階での話ですね。もちろんその筋徳が、まあ、どっちかなんで確定だと思うんですけど、まあさすがに。まあそういうところとか、まあアスレティスで確かにスケートボードでめちゃくちゃ強いけど、例えばイベントで体力の削りが相当入ってくるとか、まあいろんなことが考えられるので、今のところ、まあめちゃくちゃ強そうだなとは思いますというぐらいの感じの話になっております。そしてちょっとデッキ案を一緒に考えてみましょう。まあ現状ね、このデッキにリフターを入れた方が、まあ、かなり強いかなって思っております。ジャギー、モネ、そしてアマネ、進む、アンゴちゃん、そしてリフターという構成が6上限組めて、ミートと総力が106ずつ組めてというところなので、結構強そうだなと、結構強かったなと。まあ僕自身も PGQ 作れているので、まあ強いんじゃないかなっていうふうに思っています。ただ、ここでね、総力の上限と補給の上限が入ってくるということで、まあ例えばですけど、まあここに、まあモネを抜いて誰か別のキャラクターをね、させるということになりましたと。いうところをですね。で、今のところを、まあ、抜く候補としては、まあ、アマネになるかなという感じなんですけど、そうすると、総力が106組めて、そして補給のところがしっかりと、秀夫で入ってくるというところなので、まあ、彼女キャラクターとしては、ミートの上限を2上げられるキャラクター、もしくは成果を入れられるっていう構成になったのかなというふうに思います。まあ、査定最大値のことを考えれば、まあ、成果を入れるっていうよりは他の彼女キャラクターで上限1個プラスして、何かね、強い金徳を持ってるキャラクターでもいいのかなとは思うんですけど、やっぱり、ね、その安定感というか、このアセテス高校を回していく上で、まあ、かなり強い
成果を入れられるんであればやっぱ入れたいし、ただまあそれを入れたとしても進むとね降格法が取れるっていうところ、そして前後がねしっかりと三々になったっていうのも非常にいいことかなというふうに思います。マイベがねちょっとどれくらい完走するかは正直未知数ではあるんですけど、まあそんなに死ぬほど完走しないっていう印象は前に関してはないので、まあいいのかなっていうふうに思います。どちらかというと後ろの方がねイベントが圧迫すごくて難しいなって思っていたりするので、まあもうこれはね野手の方は少しこう時代が進む可能性はあるなというふうに思っています。まあ実際ねこれねやってみて、うわ前部全然乾燥しないわとか、うわ高確保実はこう不確定なんだとか、いろんな要素はあるかもしれません。ただカタログスペックだけ見てると立花秀夫これぶっ壊れでしょっていう感じなので、まあ本当にできればゲットしたいなというふうに思うキャラクターの一人かなというふうに思います。あとはねまあこういう構成になったので、逆にねこうジャギとかあとはまあそのモネとかまあ総力の条件のところを全部撤廃して他のね思考系入れてみるとかねいう構成も考えられると思うので、本当にこう楽しみになったなというふうに思っております。本当にねこう戦艦高校ばかりがこう前に出たりするんですけど、まあこの秀夫もねここで焦点当たってくるかなっていうところで、まあ本当に楽しみの一言に尽きるかなというふうに思います。ぜひこのあたりはね皆さんのご意見もいただきたいですという話と、ピッチャーの方ですね、ヒロの方はまあどういう形で組むんだろうなって正直思っています。まあ抜くんなら当然その沢村がねエースの風格金徳被ってるんで、まあここに入れるしかないっていう感じにはなってますね。でまあここに入れた場合の構成、まあ明神をここ入れるわけなんですけど、まあ仮で入れますね。明神いないわ。明神の PSR は僕とりあえず倉庫にぶっ込まれているようですね。こんな感じか。まあ明神を入れるという方になっているかなというふうに思います。まあここにね国見広を入れて、まあ後イベなので前さん後さんの構成になりますということにはなるんですけど、まあどうなんでしょうね。沢村と古谷の方を一人で崩すってことはまあおそらくないんじゃないかなって思ってます。やっぱりねその沢村古谷お二人いた時の安定感っていうのと、結局浅上と二人で虹作れるので、虹足を作れるんでね、しかも変幻寺さんは単品ではそんなに強くないっていうところで、まあ二次得作れるんで、まあその辺は強いなっていうふうに思っています。なので、まあちょっとこう、まあ僕の勝手な予想ではあるんですけど、その十文字東ではなくて、他のね、投手の強化ルートも作ってますって話があったんで、まあそっちで運用されるかなというふうに勝手に想像はしています。まあ強心臓とかであれば、もう浅上じゃなくて、例えばなんですけど、小川ノアですよね。まあそういう使い方はもうこういう感じでありだとは思うので、まあそういう組み方はワンチャンあるかもしれません。まあこういう組み方をして、まあそれこそね、同衛とか抜いて、他のね、伸び骨持ち、まあ街道持ちのキャラをね、入れたりとか、怪物吸引持ちのキャラを入れたりとかね、まあいろんな構成が考えられると思うので、まあこっちに関してもね、引き続き、まあ検証というか、まあ実装された時に、まあどういう方を組んだらいいんですかねっていう、デッキ案のご紹介とかね、させていただければいいかなって思っております。ただね、まあ本当に僕個人としては、国見ヒロの得意練習は変化単品っていうのは結構こう意外だったなっていうのと、まあ野手の方はね、伝説のさよなら男とかね、まあそういう金徳とかね、まあいろんなね、こう、なんでしょう、意外だったなっていう印象はありました。で、まあヒレオに関しても、まあパワープロ用にするとこういう感じなのかなとは思いましたが、まあ、総力の上限と補給の上限っていうのはすごい意外だったなっていうふうに思います。結構ね、やっぱり、そのゲームとのね、相性っていうのもあったと思うので、まあ、こういう形に落ち着いたのかなとは思いますが、まあ、結構意外だったなっていうのと、まあ、代打の神様ね。代打の神様、まあ、もう一生スタメンのイメージなので、代打の神様って、まあ、こう、どうだったのかなっていうのも、個人的にはありますね。まあ、降格王とアーティストとかつけてしまうと、また、話変わってしまうので、またね、ちょっと違う金徳。まあ、なんでしょうね。何が合うかな。まあ、でも打撃系の金徳には結局なるんですよ。天才系なんで。あとはまあ、選球眼のイベントとかちょっと欲しいかななんて思ったりとか。結構こう、自分の中では H2、足立先生の作品の中で一番好きなので、まあ、こう、いろいろとね、こう感じて、まあ、原作とちょっと違うところはあるなって感じたことはありました。ぜひ、皆さんのね、
そのあたりのご感想なんかも、いただけたら嬉しいかなっていうのと、これでね、H2 コラボめちゃくちゃより楽しみになったので、まあ、どっちって言われたら、もう現状当然、立花ヒデを当てたいなっていうふうには、個人的にはなってます。まあ、ヒロに関しては、まあ、先々当然使う可能性は高いんですけど、今現状の環境だけ見ると、どこでこう使っていけばいいのかななんていう感じなので、投手の強化ルートの方もね、もしかしたらロングメンテの後に来るかもしれません。まあ、そのあたりもね、楽しみにしながら、やっていけたらいいかなっていうふうに思います。いやー楽しみですね。ぜひ皆様のご感想、コメント、そして高評価も合わせていただけたら嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。